この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ5日間開催で行われております日刊コムアイ、本日シリーズ3日目を迎えました。さあ今日は予選最終日、第10レースまでが予選となっております。さあ長谷さん、はい、予選ね2日目まで終了したんですけれども、昨日の2日目に関してはちょっとね時間帯によっては天気もかなり崩れて、あれなんていうんですか、豪雨って言っていいんですか、ね、強かったですね。なんか、はい、6、7レースぐらい、そうですね、急に激しく降りましたよね、はい、7レースなんてもうモニターで見てても雨粒が見えるぐらいというか外がなんか周りが見えないぐらいね、降って、まあ、選手大変だったみたいですね、うん、はい、まあ、今日はね天気ちょっと持ち直してきたかなという感じでございますけれども、うん、そうですね、雨は上がってね、うん、今日は大丈夫なのかなという気がしますけどね。そうですね、うん、さあそしてね、2日目終了時点での得点率なんですが、はい、地元の下條雄太郎選手トップに立っております。初日後半から3連勝ですね、はい、まあ、昨日はちょっとね陰線がねヒヤヒヤしましたけどね、うん、はい、まあ、道中大逆転だったんで、うん、まあ、なんとかね、まあ、彼の場合はお盆レースも優勝してるんでね、はい、今回も優勝したいと、はい、まあ、今日3日目が、まあ、今回はね予選が短いっていうのは3日間しなんでね、はい、まあ、今日は本当に踏ん張りどころ、まあ、昨日までトップだけでね今日踏ん張りどころ、はい、なんとかね頑張りたいですよね、はいはい。さあそして2位にはね同じく地元の尾崎裕二選手、モーター評判ですよ。みんなもう尾崎選手あれいいですね、いいですねっていうぐらい、はい、いやもうリズムもいい、スタートもしっかりて、うん、モーターもいい、さあ今日踏ん張ってもらおう、そうですね、初の、あ、今節はね、はい、初めて6コースから1着を取った説、うん、はい、じゃあ初めての準優1号艇になってもらおうかというところですかね、十分チャンスあるポジションにつけております、うん、そしてねもう一人地元といえば原田幸也選手なんですけれども、着順はね、うん、3-2-2-2とまとめてるからね、はい、普通の選手ならね、うん、ああまとめてるなと思うけど、はい、これ成績はねまとまってるけど船橋もさっぱりですから、今節は主力で、はい、悪いモーター引いた選手が多いんで、うん、やっぱり主力でね苦しんでる選手が多いなと思いますね。そうですね、ちょっとだってもうちょいとね、はい、榎木浩二なんでね地元の、うん、昨日セット交換しても悪く、はい、悪いままで、うん、今日もう一回ホンダ整備するって言ってましたからね、はいはいはい、あと運の交渉とかもちょっと厳しいですね。なんかちょっと主力 A 級 A1 でね、はい、苦戦してる選手が多いのはちょっと今節の特徴かなと思いますね。そうですね、主力陣もね今日は勝負がけという選手も何人かいますので、うん、ぜひ皆様にもね予選突破、そしてね準優勝を懸けた熱い戦い、ぜひお楽しみいただきたいと思います。さあそれでは長谷さんには本日も2レースピックアップしていただきました。まずはこちらのフリップをご覧いただきましょう。さあまずは今日の注目レーサーのコーナーです。注目レーサーは寺田千恵選手、注目ポイントお願いいたします。受けて立つわよ。さあ寺田選手は今日はね、第7レースそして第12レースに出走予定なんですけども、うん、12レースの方を昨日はチルトを0度に跳ねてね、うん、はい、気配が良くなってるんです、はい、今まではチルトマイナスでしか行かなかった寺田選手が最近ちょっとね、うん、チルトゼロっていうことを考え出してね、はい、それがなんかうまくはまって、うん、昨日は良くなってきたって言ってましたね、はい、まあ今節2回目の女子戦ですよね、うん、まあここは12レース、はい、予選には関係ないレースですけど、はい、まあ1号艇にね寺田選手が指名されたってことはですね、やっぱやっぱその売りやすくというか、買いやすくというところでしょうね。はい、まあ、女子戦なんでね、枠なり侵入にはなると思います。うん、ただ、寺田選手が、まあ、まあ、実力考えたら、A1 ですからね。はい、やっぱり、フライング休み明けてても、ね、まあ、レースうまいからですね、はい。出足管理はしっかりしてると思いますね。うん、伸び巻きも多分、チルト0度にしてなくなったみたいな感じになったんで、はい、まあ、しっかりスタート決めれば、もう何、うん、なんなくて、もうね、テラッチターン、はい、押し切るでしょうね。で、ここはもうね、昨日までの気配で言えば、はい、もう4号艇高橋渥美選手、ね、抜群ですよ、ね、初日のね1着もね、はい、まあ雰囲気良かったんですけど、はい、昨日さらに良くなってね、なんかもう回った後から良くなってて直線に繋がってた、はい、本人が言ってました、うん、私が一番びっくりしてますよってそれ書いておいてくださいよっていうくらいの足らしいんですよ。楽しみですね、本当に良くなってきたって。だから実力感、まあ、モーター実力では寺田選手、はい、モーターでは高橋渥美選手、はい、だから4が行ってくれたら5がいい位置に、ね、まあね、若田選手、まあ、こんなこと言ったら A2 ですからね、はい、そして武藤選手も直線系はいいんです、うん、いい方なんですよ、はいはい、
高橋さんならやっぱ3番の高橋優香さんもっと言いたくなるかもしれませんけどね。ですね、高橋さんつながりでね。そうそう、高橋さんだったら多分ここね3、4、4、3買うかもしれませんけどね。僕の人はこう1の頭からこのモーターで4と2と、まあ1、まあ、実力者の若田さんのでこのフォーカスっていう、まあ6点出してもね、うん、まあ元が取れないかもしれませんけど ね、でもまあすんなりとも寺田選手が押し切ってくれればもう相手もこの3人じゃないのかなと思うんですよね。なるほど。まあね、船券買う上ではねちょっと強弱つけてね。そうですよね、はい、楽しんでいただきたいかなと思います。今日の中ではここの1号艇が一番硬いのかなと思ってます。わかりました、はい、さあ今日の注目レーサーは寺田千恵選手第12レースをピックアップしていただきまして、フォーカスは計6点いただきました。ぜひ皆様ご参考にお楽しみください。さあそれでは長谷さん参りましょう、はい、困った時の長谷田の2。さあね、昨日、まあ、冒頭でも少しお話したんですが、まあ、1号艇が10勝しまして、ね、1号艇が10勝、ああ本当に白い花がいっぱいいっぱい咲いておりましたね。硬い決着もね特に後半多かったかなと。さっき高橋さん食べてたんですけど、はい、昨日、まあ、インが1号艇10勝でしょ、はい、でも1号艇が負けたレース2個ともそれ満州だったんですけど、まあ、2号艇が勝ったりしてるんですけどね、うん、はい、うん、でもやっぱり今日見てもやっぱり1号艇、まあ、中心にはもちろんなりますけどね、うん、やっぱり昨日は見ててもやっぱり1号艇がね、はい、船足がどうかっていうのがポイントなんでしょうね。なるほど。さあね、今日穴の匂いはどこに感じていただいたのか、続いてのフリップご覧いただきましょう、はい、さあ昨日と同じ第8レースを。あ、8レースですね、うん、高橋さんまず言っていいですか、はいはい、こんだけ目が多いってことはコンセント僕は思ってるんですよ。おうございます。本戦でもちょっと迷うぐらい、ね、というのが、うん、運の選手がね、はい、昨日は2着に絡んだけど、うん、初日6、6でしょです、ね、で昨日はシリンダーケースのセット交換した、はい、良くなってるかって良くなってないんですよ。本人はね、はい、すごく出てないって感じじゃないけど良くはないよ。あ、なるほど。あ、だからまあ陰線で強い選手なので、はい、まあ、今日2レースと合わせてまあ勝負勝ちですよ ですね。だからここは何としても先に回りたい。でも先に回ったとしてもちょっと船足どうなのか心配なんですよ、はい、で末永選手が前傾良かったんですけど、うん、初日調整失敗したんですよね、はい、で昨日も前半まで合ってなかったけど後半はね、うん、良くなってやっと方向性が分かった、はいはい、一番いいのは乗り心地、うん、乗り味らしいんですよ、うん、だからグイーンと回れるようになってると、はい、だから運の選手はやっぱ陰線強い選手なんでね、はい、運の選手が先舞いしても、まあ、末永選手が、まあ、本戦は末永選手と2、3着だろうと、はい、ただ逆転もあるのかなと思ったら2、1もいけるのかなと思ったんですよね。でここねモーターのレベルで言えば、はい、シコルのねアウトの選手がいいんですよね、はいはいはい、松下選手もまあ前節ね、うん、添付前節いろいろあってね中間整備も入って心配に変わったけど、はい、直線系はねいいんですよね、はいはいはい、でもっといいのは麻生選手が全体的にいいですね、はい、覗く感じもあるし、はい、本人はもう少しね、うん、船の向き良くしてそこさえ来れば万全だから周り言うと麻生選手があれは船足いいですね。お西原選手もこれいいんですよ、はい、でもまあ印がいっぱいな、まあ、印が足らないので、うん、まあ外枠の5と6に印を回したんでね、はい、一応押さえで1、5、6、1、6、5も入れとこうかなと思ったんで入れたんですけど、はい、ただ若狭選手もね、うん、船足悪くないんでね、はい、ここほんと接戦だと思うんですよ、 G 争いは。そうですね、誰も切れないいらない選手がいないのかなと思ったんでね、はい、本戦の買い目は数えないでください。わかりました、はい、まあ、前というねフォーカスもありございます。、はい、さあそしてねこのね8レース出走表を見るとのうち A1 2人が固めているのでやはりね硬そうなのかなと思うんですが狙いね唯一の B1 の西原選手をちょっと狙おうかなとピックアップしました、はい、鍵を握る彼が船足やっぱりいいんですよ、はい、うん、昨日まではまあ現状は伸び型ですね、うん、でももうちょっとずつペラ調整もしてて手前の方手前の方に来てるらしいんですよね、うん、やっぱこの14というのはね、はい、数字はそれを 34% だけど、はい、大村の中ではこのエース候補級のモーターではあるんですよね。これなるほど、これほんと切れ気はね抜群なんですよね、はい、感触もいいと、うん、そして西原選手は準優勝負がけでございます。なぜここで出したかというと若狭選手船足いいけど今節はフライング休み明けなんですよ、ね、ですね。でモーターのいいシゴロがスタートと、はい、そういう感じだったら西原選手はね
勝負掛けでモーターよくて角でうちにフライング持ちがあれば、うん、ドカーンと行く可能性があるんじゃないのかなと、うん、だから本当は本音は、はい、僕の中では4全然なんですでもそんなに出したらまたこの人なんか目ばっかり出して当たったら350円とかだって困るんでね、はい、でもここは運のがあまりにも出てないっていうことで波乱含み、なおかつ4、5がモーターが良くて、なおかつ4が勝負かけで3がフライング休み明けということを考えての狙いで、はい、B 級でも西原選手出してみようと思ってね、4が行きゃ5と6がついてくるし、ね、まあ、1がうまく残してのね、うん、4の幕出しになれば1も残すと思うんですけどね、でもスタート体系次第では宇野選手はね序盤まで、はい、まあ、昨日までもね直線が弱いんですよ。だからスタートをよほど行かないときつい足ではあるんですよね、うん、だから仕事がドーンと行ったときはね面白いのかなと思ったんでね、はい、うん、困ってばかりの長谷田奈美、今日は4レース4号艇から出しましたね。本当に4号艇、先ほどのお話の中でね捨て枠なしということでございましてね、きっと狙い目 ね2番も3番もね、自分でもなんなんですけどこう言ってると結構来そうな雰囲気あるんですけど ね抜け目にならないことをねちょっと私もねそうだからね、2も入れたいし3も入れたいんですけど、はい、本当はね本当4全然したと思ったら高橋さんいっぱい目が出るでしょ、もう高橋さんすぐ目が出ますからね、はい、もうだからもうここは、うん、あえて狙い目の方が少ないんですよね。なるほどね。いや、なんか自分で書いてて本当目が多いと思ったんですよ。ね、はい、数えてね、その数字をね、何点なのかってお伝えしたいところではございますがね、皆様。やめておいてお数えいただけたらと思います、はい、さあということで今日の困った時の長谷田の宮第8レース本戦はね1番2番を中心にそして外枠も絡めて、ただ狙い目ではね勝負がけの西原選手、そうモーターがいいんで、うん、角でなんちゃらでいろいろ条件が揃ってるんでと思って出しました。わかりました、はい、ぜひ皆様ご参考に第8レースもお楽しみいただければと思います、はい、さあ今日はシリーズ3日目でございます。予選突破そして準優勝枠を狙う戦い、ぜひ皆様にはご注目いただきたいと思います。ということで本日の展望番組もお付き合いいただきましたのはスポーツ報知の長谷昭則記者でした。どうもありがとうございました。